ナイジェル・マーベンは、イギリスの野生動物プレゼンター、テレビプロデューサー、作家及び鳥類学者である。彼は2008年のロンドンマラソンを4時間4分で、完走するチャレンジを行い、イギリスのクジラとイルカの保護協会への募金2万ポンドを、調達したことでも有名である。1960年11月27日、イギリスのバーネットで生まれ、セント・オール・バンズで育った。 幼い頃から動物を好み、8歳でハムスターを、9歳で、7節を飼育。10代前半ではさらに大型の動物に手を出し、カササギやボアコンストリクター、カイマンまでも飼育し、浴槽ではウナギを泳がせていた。幼少のナイジェルは、旅行先でも、ヘビやトカゲといった動物を、キャッチリリースして勉強していたため、家族の休日は、動物探検に費やされた。 高等教育以前の学業を終了すると、ナイジェルは1年間アメリカを旅し、ヘルベンダーとアンフィューマに遭遇した。イギリスに戻ってからは、自然界の学術研究ができること、及びブリストルが、野生動物の映像制作で著名であったことから、ブリストル大学へ進学。大学では、植物学を学んだ。修士課程で軽装とか外の捕食必食関係の、 研究中、ギャラクティックガーデンという BBC の番組でワームを扱える人材が求められ、ナイジェルが初めてテレビに出演することになった。その後は、ブリストルの BBC ナチュラルヒストリーユニットに就職。カメラマンのアラン・ヘイワードから映像制作技術を学び、様々な野生動物ドキュメンタリーの制作に携わった。 全編にわたってナイジェルが登場した初めての映像作品はデイビッド・アッテンボローのファーストエデンシリーズであった。1998年からは ITV へ移籍。ITV からナイジェル自身が制作したドキュメンタリーをカメラの前でプレゼンするスタイルを提案されたことがきっかけとなり、現在のプレゼンスタイルへとつながる。2004年には、 広告からドキュメンタリー番組まで映像作品の制作を手掛けるナイジェル自身の独立系企業イメージインパクトを設立した。ナイジェルは野生動物を紹介するとき実際に近づいて捕まえたり一緒に泳いだりといった大胆なプレゼンスタイルで有名である。檻なしでホホジロザメと一緒に泳ぎながら紹介するルブロンオオツチグモを自身の顔に乗せて 大きさを紹介する4.5メートルのアフリカ二色蛇に絡まれながら紹介するなど体を張ったプレゼンを笑顔で行う。この大胆なプレゼンスタイルはしばしばスティーブ・アーウィンと比較されることがある。彼はベジタリアンでありプレヒストリック・パークでもその胸が述べられている。自宅には俗タイムスリップ。恐竜時代古代の海へで使われたメガロドンの顎が飾られている。 日本でもナイジェルの人気は高く一部の出演作品は NHK 教育テレビジョンの地球ドラマチックや日本テレビの世界丸見えテレビ特捜部において取り上げられているまたナイジェル自身日本へ何度か訪問しており2007年には日本テレビの世界一受けたい授業に講師として出演もしているナイジェルは日本について 日本で人気があることは誇りだ。漫画に登場することはこの上ない私の名誉の一つ、と自身の公式サイトにて公表していた。ありがとうございます。